皆さんこんにちは、 BLJ の木村です。本日はベリベリベリー風味、こちらのねデビューをやっていきたいと思います。数多くのフレーバーがある中でもね、本当に一押しと言っても過言ではないフレーバー、それがねベリベリベリー風味となります。プロテインを飲み始めた時に、プロテインって本当にね美味しくないなと思って飲んでたんですけど、まあ、このねベリーと出会ってプロテイン飲むのがね楽しみになったっていうぐらい、おすすめができるさっぱりとしたね飽きのこないフレーバーとなっております。早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。 B レジェンドのねプロテインではね、こういったねお試しパックの展開をしております。いきなりね1キロ買うのがねちょっと心配だなっていう方はね、こちらのねお試しパックで味の方を確かめていただいてから、長く続けられると判断してからね、こういう1キロパック購入していただければいいんじゃないかと思います。このベリーの他にもね13種お試しセット販売しておりますんで、全フレーバー飲んでみたいなっていう方はね、そちらの方購入して気になるね味がないか確かめてみてください。こちらのね1キロのね方を買っていただいたら、スプーンが付属されてきます。こちらのスプーンでねパウダーを吸い切って1杯入れていただくと 30g 計量できてね、大体ね 20g 取れる計算になっておりますんでね、ぜひこちらのスプーンご活用ください。お水ですけれども、まあ大体 150ml から 300ml ぐらいのお水で飲んであげてください。味がね濃いのが好きな方はね水を少なめにして、薄いのが好きな方はね水の量を増やしてあげればいいと思います。僕は 200ml がおすすめなんで、本日は 200ml 出てきております。それではね早速飲んでいきたいと思います。本日はねこちらのねお試しパックから入れて飲んでいきたいと思います。お試しパックはねこうキートリセンのね線がついてますんで、ハサミもいらず開封することができます。うん、もうあのベリーのね非常にねいい香りがしております。もうパウダーちょっと見えますかね、こんな感じです。それでは入れていきます。で蓋を逆に回してカチッと言ってからしっかり締めてあげます。パウダーの色はね白いパウダーの色だったんですけど、水に溶かしてあげると綺麗にねベリーの色に変わりました。泡立ちも寝玉もほとんどありませんね。綺麗に溶けました。香りはあれですね、ベリーのヨーグルトみたいな匂いですよね。もう本当に爽やかなさっぱりとしたいい香りですね。それでは飲んでいきます。いただきます。うん、間違いない。いや本当に美味しいですね。初めてベリベリベリーを飲んだ時からずっと美味しいですよね。本当にどんなね味にね近いのかって言われましたら、ベリー風味のね飲むヨーグルト、あのねイメージをしていただいたら分かりやすいんじゃないかなと思います。本当に誰しもがね一度は飲んだことのあるような味だと思うんでね、本当にあの馴染みがある味なんじゃないかなと思ってて、まあ、それがねこのベリー風味の人気のゆえんじゃないかと個人的には思っております。あとね本当にいろいろなね使い方ができたりしてて、無糖のねヨーグルトに入れてあげるだけでよく売られてるヨーグルトのねベリー味になりますし、タンパク質も取れて朝から非常にねおすすめな食べ方になります。あと個人的にはねスポーツドリンクに混ぜて飲んだりしてもね非常に美味しいです。一度ねよかったら試してみてください。味がね酸っぱいフレーバーになりますんで、酸味のねある果物が好きな方にはね間違いなく気に入っていただけるフレーバーなんじゃないかと思います。ぜひね一度お試しいただければ嬉しいです。ベリーの5段階の星評価なんですけれども、甘みは星1となります。果物が持っている甘みを見事に、ね、表現できているんじゃないかと思います。酸味に関しましては星5となります。数あるねフレーバーの中でもね酸味が強い商品の部類になるんじゃないかと思います。本当にねあのベリーのね酸っぱさっていうのをね上手に再現できていると思います。スッキリに関しましても星5となります。飲んだ後にね口に残る甘さとかあまり感じることがないんで非常にねスッキリとします。でクリーミーに関しましては星0となります。プロテインね飲んだ後にね結構感じることがあるホエー感とかミルク感ほとんど感じることがなかったので、クリーミーに関しましては星0となります。甘みが星1、酸味が5、スッキリが5、
クリーミーがゼロとなります。ぜひねご購入の際検討材料にしていただければと思います。こちらのベリベリベリー風味の栄養成分表示ですね、1食 29g あたりエネルギーが 113.1kcal、 タンパク質が 20g、 脂質が 1.4g、 炭水化物が 5.2g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 37.1mg、 ビタミン B6 が 0.9mg となります。酸味系の中でもね、人気ナンバーワンのフレーバーとなっております。今までね、プロテインを飲んだことがなくて、プロテインに対するちょっとね、悪い印象がある方なんかにもね、試していただきたいフレーバーとなっております。僕自身もね、プロテインが苦手だった頃にね、このベリーに出会ってプロテインを飲む習慣ができたってぐらい、本当にね、よくできたプロテインだと思います。ぜひ一度ね、お試しいただければ嬉しいです。動画のね、概要欄の方にね、商品ページに飛ぶね、 URL 貼り付けておきますんで、ぜひそちらからね、ご購入いただければと思います。いきなりね1キロ買うのがね不安だなっていう方は、ぜひねこちらのお試しパック購入してね、気に入っていただけるかどうか試してみたらいいんじゃないでしょうか。それではね、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。